どうも、石川です。はい、これより登録販売者、学問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、中国ブロックの鳥取、島根、山口、広島、岡山の2020年度、問61から問70までの学問について解説をしていきます。学問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。問61番です。はい、ここからですね、第3章に入ってまいりました。皆さん、ここが山場ですよね。なので、ここのところはですね、まずは、成分もちろん覚えておかなくちゃいけないんですけど、それらがどういう特徴があるのかというところもですね、一緒に確認していきましょう。はい、それでは、問61番です。風邪薬の配合成分とその配合目的に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。このような問題はですね、結構全国的にもよく出てきます。特にこの風邪薬についてはですね、このように配合成分と、そして、配合目的とかが書かれていて、こういう問題よく出てきますので、ぜひ他の都道府県の過去問とかもやっていただくことも勉強になるかなと思いますので、どんどんチャレンジしてみましょう。はい。では、まず見ていきますと、A と B が違いますよね。A はトラネキサム酸は、咳を抑えますよとあるんですが、トラネキサム酸は、はい、こちら見ていただきますように、抗炎症作用、抗炎症成分なので、炎症を沈めていく働きがあります。だから、咳を沈めるというところではないので、A は×。それから B のグアイフェネシンは、発熱を沈めますよとあるんですけど、これも違いますよね。グアイフェネシンは、巨炭作用ですね。こちら見ていただきますと、巨炭作用がありますから、このあたり、鎮外作用、鎮外成分と巨炭成分もよくこうぐちゃぐちゃになっていきますので、まずはこう巨炭薬から、先に覚えていただくと、覚えやすいかなと思いますので、ぜひぜひそんな感じで、覚える優先順位も決めていきましょう。はい、そして C と D は正解なので、5番が正解となりました。では次行きましょう。問62番です。風邪薬に関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。A、B 正解、C なんですけど、風邪薬はウイルスの増殖を抑えたり、ウイルスを、体内から除去するものですよとあるんですけど、これ違います。風邪薬というのは、風邪の諸症状を抑える。だから、例えば熱が出た時には熱を抑える。鼻水が出た時には鼻水を抑える。咳が出た時には咳を抑える。そういったことが目的なので、ここにあるように、ウイルスの増殖を抑えるとか、ウイルスを、除去するとか、そういう効果はございませんので、なので、こちらですね、あくまでも、根本療法ではなく対処療法というものになってきますから、C は誤りとなります。はい。そして D は正解となりますので、答えは2番が正解となりました。では次行きましょう。問63番です。プロスタグランジンに関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれかというところなんですけど、はい。こちら答えは3番が正解となります。A は正解。B なんですけど、プロスタグランジンは体温を通常よりも低く維持するように調節しますよとあるんですけど、プロスタグランジンというのは働き大丈夫でしょうか？私、受験対策講座の、YouTube 上のですね、ところではですね、プロスタグランジンは、皆さんに覚えてくださいね、ということで、まず悪い作用として、痛い、それから熱い、そして炎症、まず3つを覚えていきましょう。そして良い作用としては、胃を保護する作用がありますよ。だから、解熱鎮痛薬というのは、プロスタグランジンの働きを抑えるので、痛いのを抑える、熱いのも抑える、炎症も抑えますよ、という話もちょっとしていたかなと思います。ちなみに炎症とかはこう腫れとかそういったものになってきますので腫れとかをですね抑えていくような働きがあります。あとは胃を保護する作用も抑えてしまうので、解熱鎮痛成分のですね胃腸障害とかが出てきますよというところですね、まずちゃんと覚えていていただきたいんですけど、そして、今回ここのところもですね、プロスタグランジンは、その熱を下げてくれるんですけど、ただ、通常よりも要は平熱よりも下げますかって言ったら平熱までにちゃんと留めます。それ以上は下げません。
なので、ここ、通常よりもですね、低く維持はしませんので、通常の平熱までになりますから、ここを気をつけていきましょう。ちなみになんですけど、余談ですよ。平熱より下げるような薬物があるんですよ。知ってます？皆さん。そうなんですよ。そう。アルコールはですね、平熱よりも下げてきます。だから、アルコール、たくさんこう飲んでいたりしますと、なんかこうよくの、熱い熱い熱いってなってきますよね。あれは、こう体温が下がってくるので、外気が熱く感じるようになりますから、なので、こうね、抜いたりとかして いきますと、逆に風邪ひいちゃいますから、気をつけていただきたいなと思います。はい。ということで、ごめんなさい。余談ですけど、B は、平熱までとなりますから誤りとなります。はい、ということで答えは3番が正解でした。では次行きましょう。問い64番です。解熱鎮痛薬の解熱鎮痛成分に、関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。 A、B 正解、 C なんですけど、解熱鎮痛成分によって、胃酸分泌調節作用が妨げられると、胃酸分泌が減少しますよとあるんですけど、こちら減少ではなく増加、してきます。はい、なので、解熱鎮痛成分は先ほども申し上げたように、副作用として胃腸障害が出てきますよね。はい、だからもちろん薬剤によって違いますよ。胃腸障害の度合いは違います。でも、そういった胃腸障害とかが出てくるので、それはですね、胃酸分泌が減少したらそんな胃腸障害出てこないようなイメージになりますから、これ胃酸分泌が増加してくるんだなっていうところになりますから、 C は誤りです。はい、それから D なんですけど、アスコルビン酸、カフェイン、それからエテンザミドの組み合わせはそれぞれの、頭文字から、ACE 処方、ACE 処方とも呼ばれますよとあるんですけど、こちら、違います。アスコルビン酸ではなく、はい、前にちょっと書いてみました。 ACE 処方に関しては、A はアセトアミノフェンでしたね。はい、だから、アスコルビン酸の A じゃなくてアセトアミノフェンの A なので、このあたりもですね、気をつけていきましょう。あとはですね、例えばアスピリンの A ですよとかも引っ掛けてきますから、結構いろんな引っ掛け問題ありますのでね、このあたり気をつけておいてあげてください。ちなみにアスコルビン酸って何でしたっけ？そうですよ。アスコルビン酸っていうのはビタミン C でしたよね。はい。なので、ここのところもですね、間違えないようにしといてあげてください。はい。ということで、こちら D は誤り。なので、1番が正解となりました。では次行きましょう。問い65番です。一般用検査薬に関する記述のうち、誤っているものはどれかということで、はい。誤っているのは4番が誤っておりますね。はい、妊娠検査薬は尿中のヒト絨毛性性腺刺激ホルモン HCG の有無を調べるものであり、その検出、反応は温度の影響を受けることはないよとあるんですけど、いや、そんなことないです。温度の影響を受けますから、熱いのもダメだし冷たいのもダメだしね、そういったところはですね、影響をこの妊娠検査薬、受けますので、このあたりしっかりと、何度もこれね、よく出てくる出題となりますので、このあたりちゃんと押さえておいてください。はい、ということで4番が誤っている内容となりました。あ、ちなみになんですけど、あとはですね、この検査薬に関しては、検査のタイミング、食後なのか、それとも早朝尿なのか、そういったところもそうですし、あとは妊娠検査薬に関しては、こう月経予定日が過ぎて、2番のところの問題ありますよね。月経予定日が過ぎて、おおむね1週目以降なのかとかね、それから4週目なのかとかね、そういったところありますから、ぜひぜひですね、気をつけていただきたいなと思いますので、はい、ということで、こちら、問い65番は、4番が誤っている内容となりました。では次行きましょう。問い66番です。次、以下の記述に当てはまる、漢方処方製剤として最も適するものはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となりました。はい、こちら見ていただきますと、まずはですね、体力に関わる、まあ、このあたりはいいですね。そして、筋肉の急激な痙攣を伴う痛みのあるものの小村返り、そうですね、小村返り、ここで見極めてください。小村返りというのは足がつったりすることを小村返りって言ってきますよね。はい、なので、小村
ー帰りと来たら、もうね、もう瞬発的に、もう、芍薬甘草湯、ね、早いですね、ごめんなさい、芍薬甘草湯というような形で、見といていただくと良いかと思います。はい、ということで、こちらですね、問い66番、4番が正解となりました。では次行きましょう。はい、問い67番です。眠気及び眠気を促す薬に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。はい、A、B は正解、それから C なんですけど、睡眠改善薬、ごめんなさいね、睡眠改善薬は慢性的に、不眠症状がある人が対象ですよというところなんですけど、慢性的な不眠症状の人は、これは医療用の方に入ってきてしまいますから、なので、あくまでもですね、こう、ちょっと眠れないなとかね、そういった、ところの、まあ、急性といってはあれなんですけど、まあ、少し眠れないなと、そういう軽い症状のところに関してですね、市販薬は使っていきますから、なので C は誤り、この慢性的というところが誤りとなります。はい、それから D なんですが、15歳未満の、小児では、抗ヒスタミン成分により、眠気とは反対のとかっていうこと書いてありまして、そして後半、減量して、使用しなければならないよというところがあるんですけど、15歳未満はですね、減量ではなく、基本的に、使用はしないでください。はい、ということで、そのようにですね、小児に関してはですね、あまりこう、よくありませんから、そのようなところではですね、特にこう、やっぱり脳が未発達だったりもしますし、あとは何か眠れないということは何か他にも原因、いろんな原因がありますので、そういったところを除去を努めていただくことがすごく重要かなと思います。はい、ということで D は誤りとなりまして、2番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い68番です。以下の漢方処方製剤のうち、小児の漢または夜泣きのいずれにも用いないものはどれでしょうかということで、はい、こちら答えはですね、2番が正解となります。はい。五尺散なんですけど、五尺散ちょっと書いてみました。五尺散はですね、婦人科系に使っていくようなものでしたよね。はい。なので、このあたり五尺散ですね、婦人科系に使っていくんだなというところですね、もう一度思い出しといていただきたいなと思いますので、はい、こちらですね、こんな感じで、終わりにしていきますので大丈夫でしょうか。あとは、翼刊さんとかね、小犬中等とか、サイコか、リュウコとボレートもこのあたりも大丈夫でしょうかね。はい。では、次に進んでいきましょう。はい。では今度は、問い69番です。鎮痛去痰薬の配合成分に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれかということで、はい。こちら答えは3番が正解となります。はい、まず A、D が正解ですね。そして B なんですけど、ジメモルファンなんですけど、ジメモルファンリン酸塩ですね。ジメモルファンで、切っていただいて大丈夫です。は、粘液成分の、顔料比を、調節し、痰の切れを良くしますよとあるんですけど、ジメモルファンはこちらですね、鎮外咳止めです。なので、痰の切れとは関係ありませんので、こちら D、B ですね。B は誤りとなります。はい、それから C、メチルエフェドリンは副交感神経系を刺激して、気管支を拡張させていきますよとあるんですが、これ副交感神経系じゃなくて、交感神経系ですよね。そうですね。交感神経系を刺激して気管支を拡張させていきますので C は誤り、そして D は正解なので3番が正解となりました。はい、では最後行きましょう。問い70番です。鎮外去痰薬に配合される去痰作用のある生薬として正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。はい、ということで、こちらは大丈夫でしょうかね。黄柏とか、遮前草、経皮とか、莫問堂とかってありますけど、まず、巨炭というところでいくと、遮前草は黄柏ですよね。はい、黄柏の、植物となりますので、まあそういった遮前草、莫問堂、このあたりもよく出てきますので、しっかりと確認しておいていただきたいなと思いますので、はい、こちら答えは4番が正解となりました。はい、ということで、ここまでそんなに多く難しい問題は出てないかなと思いますが、間違えたところはですね、しっかりと、できるように、次同じような問題やったらですね、確実にできるようにしておいていただきたいと思いますので、復習頑張って努めてくださいね。はい、ということでここまで動画がいいなと思っていただいた方はですね、 LINE などに登録していただきますと、質問などいろいろお受けしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは本日も動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。